小林先生見えますか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。第2版の中の、まあ非常に盛りだくさんなんですけども、いくつか大事なポイントと症例を一つ、発表したいと思います。まず神経ですね。神経って言った場合に、立場によっていろいろな定義があります。まずマクロ解剖は末梢神経の脊髄、これまで含みます。で、ミクロ解剖はですね、神経繊維ですね、ナーブファイバー。それから整形なんかでは肉眼的に見える神経静脈で束にされた構造物、いわゆる末梢神経ですね。これはエコーで確認可能です。今回はこの末梢神経って言った場合、私はこれを指しております。それから内科ですね。内科においては機能として、神経系、系ですね。それから一般用語としてはメンタルの問題。それからコンセプトとしての用語、よく重神経終末で出てくるんですけども、これはまだ、構造的には確認されていなくて、コンセプトということです。で、エコーでできる、確認できる神経、これ末梢神経ですけども、これは、神経繊維ですね。これ神経繊維と結合組織、ファッシアからなっています。これが神経繊維で、この周りの内膜とか周膜とか、静脈ですね。これは全部ファッシアです。で、後から出てくるんですけど、この間ですね、これ速乾神経静脈と。ここに注射する場合もあります。で、ここで大事なことはですね、この神経繊維が障害。これですね、神経繊維が障害された場合は、持続的な神経の機能低下が起こる。具体的に言うと、感覚鈍麻、振動覚低下、筋力低下、腱反射低下。低下ですね、みんなね。これが、機能障害の場合。で、この周りの、ファッシアの異常から、生じる症状としては、この神経機能低下を伴わない、これ大事ですね。痛みやしびれ感などと表現する場合があると。この二つを分けて考えてください。で、実際はここに、きれいに書いてあるんですけど、この周りの、筋外膜まで連続しています。こんなにきれいに。なくて連続しております。で、これがですね、今回第2案に載せた大事なポイントなんですけども、ハイドロリリースと、それからハイドロダイセクション、神経ブロックの違いですね。まずここから N は、この、神経なんですけど、末梢神経ですね。これ、エコーで確認できる、神経です。で、大事なことは、このスタッキングファッシャーですね。ここをリリースするということです。よくここだけを強調する先生がいるんですけど、ここだけではなくて、これ実際離れている場合ですね。こういうところも発言になる場合が多くあります。で、注射、これ、注射の針先をずらしながらですね、ずらすのが大事です。するとこういうふうにミルフィーユサインっていうのがあります。で、次ですね。今度は神経、末梢神経の中を狙う場合ですね。速乾神経静脈。この辺近く過敏ですね。で、サインとしてはこう、フラワーサインっていうのができます。で、浮腫がある場合ですね。この場合は、アロディニアが起きます。で、サインとしてはフラワーサインで、ステロイドを少量使う場合があります。あと、これ大事なんですけど、これは血管ですね。血管の周りのスタッキングファッシアも発痛源となることがよくあります。この場合も、血管に接している場合もあるし、ちょっと離れている場合もある。ということです。それから、エントラップメントシンドロームですね。こういう挟まれちゃってる場合に、骨の間に神経がね、挟まれて潰れちゃってる場合にも、ここを狙います。で、ハイドロダイセクションっていう似たような手技があるんですけども、これとの違いですね。
ハイドルダイセクションはこの全周性にドーナツサインを作るように、注射して、しかもかなりの量を使うんですね。10から 50cc。で、ハイドルリリースの場合は、このスタッキングファッションを狙って、ミルフィーユサインを作ると。ただ、この二つはですね、非常に似ています。主義的にね。だから、これだけはハイドロリリースと言ってる先生もいますが、まあ、それはハイドロリリースの一部で、血管の周りや神経の周りのスタッキングファッシャーが、治療ポイントになります。で、最後に神経ブロックですね。これはもちろん、神経の周りを狙うんですけども、で、ドーナツサインを作るんですけども、最近はですね、麻酔科も、筋膜面ブロックっていうのが大流行です。これですね。私が隙間ブロックって言ったんですけど、もうちょっと洒落た名前になって、筋膜面ブロックがこれ大流行ですね。どんどん増えてます。今から予言しておきますけど、どんどん増えます。っていうのは全部聞くからですね。で、実際どんなものがあるかっていうと、筋膜面ブロック。ブロックですね。この大胸筋の、胸部の手術の時に、こう大胸筋、小胸筋の隙間ですね。で小胸筋、前胸筋、前胸筋の表層、前胸筋と肋間筋。で、麻酔科の先生が言って、おっしゃってるのは、対象となる神経そのものは超音波画像で了承できない。まさに隙間ブロックですね。今、大流行です。それから、今度は頸部ですね。こここれは半極筋間ブロック。これが多裂筋面ブロックっていう名前がついてるんですけども、ここ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 も全部活動弁となります。特にこれ見ると、このところスタッキングファッションなんで、そこはどう見ても効きそうですね。ということで、このブロックは今後ますます増えて、と予想しておきます。で、ですね。ここの空間を、パラベルテブラールスペース、某脊椎腔って言うんですけども、ここはね、非常に、前から、重要なスペースで、ここに薬が広がると、やはりこの、ここから先の手術、時の助長に役立つんですけど、ここですね。で、ここにいかに広げるかっていうのを、まあ、いろいろなポイントから、これ全部筋膜面ブロックなんですけども、で、私が最初に報告したこの、タラツキンの裏から言える注射ですね。これは、なんと今立派な名前がついて、レトロラミナルブロックというそうです。ちょっと洒落た名前で。で、ただ麻酔科の先生は、ここに広げるのが目的なんですね。ただ我々がやるのは、ここ自体をリリースする。まあもちろんここを広げたい場合もあるんですけど、ここ自体を発言になるときに狙うってことがありますね。で、ここもですね、実は、ここも、ここも、ここも、聞きますね。だからまたここも増えるんではないかというふうに思っております。で、この隙間ブロック、今ではレトロラミナルブロックっていうの、ここですね。これが一番安全なんですね。安全なやり方です。帯状疱疹なんかね、この。このレトロラミナルって言ってるんですけども、ここの多裂筋の裏側、それもポイントとなります。で、もうちょっと、針先のコントロールが慣れてきたら、少し外側で、このスペースに近いところですね。これコストトランスバースフォラーメンって言うんですけども、で、コストトランスバースフォラーメンブロックって言うんですね。ここに針先を。で、そのやり方で、針先、こう、さっきはここだったんですけども、ここにちょっと持っていくです。持っていくと、で、直接この、スペースに入ると、この胸膜がこう押し込むんですよね。胸膜が落ち込んでるのが分かります。ただこれあんまりこだわんなくてもですね。まあ、こっからやっても大体広がることが多いんで、まあ、慣れてきたらちょっと外側で。もう絶対この肺の方に針先を進めないようにしてください。
で、今回の教科書では、まあ、第1版にも書いたんですけど、より詳しく、この、針先のコントロールですね。私いつもこんな感じで、もう誰にも教わったわけではないんですけども、一日何百回もやってて、まあ、やりやすい形がこういう、斜め線手法。で、私の場合、斜め線手法と交差法とその間ぐらいが多いですね。平行法はあんまりやらないですね。なんでかというと、針先が、最短距離で、剥がしたいところ、スタッキングファッシャーに到達するということですね。で、しならせる技術ですね。これも自然ってやってたんですね。例えば、この血管の裏に針を入れたい場合に、こんなとこから、針を刺すと届かない場合なので、ここからこう、しならせるんですね。これはちょっとこっち側にテンションを加えて。で、これやるときって、手元は見てないで、エコー画像を見てですね。で、これ自然にやってるからみんなやってるかと思ったらそうでもないらしくて。で、それを自然にやったんで、まあ言葉にするのは難しいんで、難しかったんですけども、なんとかこの教科書に、言葉として書きました。で、例ですね。これ C6 なんですけども、まあ、一回の侵入で、こう、しならせないの、まずこっち行って、ちょっとこの辺に。で、こんな風に。ちょっと戻します。この辺をリリースで、この辺まで抜いて、で、ちょっと今度こうしならせて、こっちから。ほとんどしならせてますね。っていうことです。で、これ、まあ、結果的にドーナツサインができる場合もあるんですけども、あくまでもこういう、スタッキングファッシャーですね。こういうところ、細かくリリースということです。で、最後、症例ですね。採血後の疼痛です。これ、時々紹介できるんですね。この患者さん、50歳女性で、2ヶ月前に実施された採血の時に、指まで広がる電気痛が出現と。で、その後より、左肘の先肢部位から肘関節外側の痛みと指のしびれ、それから頸部表層まで痛みが広がったと。常時出現し持続していたと。で、可動域繊維で左右差があって、持続的な痛みやしびれや平痛が認められた。これが CRPS ですね。この診断基準で、まず CRPS の概念ですね。組織損傷後に、損傷が注意した後にも痛みが遷移するもので、一つの疾患というよりもむしろ病態と呼ぶべきものであると。診断基準と呼ばずに判定指標と呼ぶのは CRS か疾患ではなく、複数の病態の不集合体であり、診断すべき病気ではないという考え方である。で、これが2008年の判定仕様ですね。これ臨床っていうのはこの2つあればいいですね。で、研究は3つになります。で、今回の場合ですね、この可動域制限と、この3の持続性の痛みですね。これがあったんで、CRPS と、診断しました。で、治療法はいろいろあるんですね。いろいろ。神経ブロックとしては、静脈内区域麻酔。これ正常神経。交感神経ブロックとか末梢神経。あとはですね、薬物療法でいろいろあるんですけど、まあ、ビタミン C なんかいいんではないかと私は思ってるんですけども。で、この中でファッシャーリリースが抜けてるんですね。で、これ、で、こっちはあまり
パッとしないっていうか、なかなか引かない場合が多いんで、組み合わせてやってるんですけども。で、この症例ですね。このあたりからおそらく、選手をして、で、まず静脈の周りの、こういうとこですね。こういうとこのリリースを行います。そうですね。これ両方静脈ですね。で、まあ、これだけでも少しいいんですけども、次に、だいたい慢性痛は交感神経が興奮している場合が多くてですね、で、交感神経は血管の周りにあるんで、最寄りの動脈の周りをリリースします。上腕動脈と正中神経ですけど、まあ、両方一度にですね、こういうところも壊しちゃうんですね。で、だんだん中枢に向かってリリースしてるんですけども、今度は強さ乳突筋の裏ですね、こういうところですね。ここ、動脈の後ろですね、これ、プレベルテーブラルファシア、椎前葉って言うんですけど、ここに、交感神経が走っています。で、今回はここで参加者で良かったんですけど、あとはこの、鎖骨の下の血管の周りとかですね、その血管の周りの脂肪組織、その辺なんかも有効な場合が多いです。で、今回ちょっと正常神経節ブロックのお話もしたいと思います。で、これ適用はいろいろあるんですけど、要するに交感神経依存性の疼痛ですね。に有効です。で、合併症として、まあいろいろ反対神経麻痺とかいろいろあるんですけど、一番恐ろしいのが、始発性血腫って言って、後からですね、注射をして後から血腫が来て、気管を裏から圧迫して窒息してしまうって非常に恐ろしい合併症がある。これをいかに避けるか。で、エコーがない頃はですね、この双頸動脈を側管に置けて、この頸腸筋ですね、頸腸筋の中に、だいたい C6 の方に注射をして、頸腸筋自体に中頸神経節、で、下の方の正常神経節まで広がる。で、エコーがあるようになって、エコーを見るようになってから、ここですね。さっきのプレベルテーブラルファシア、ここに交感神経なんですけど、ここを狙うと。ここを狙うんですけど、ちょっとね、これも血管に近いんで、あんまりやりたくないんですね。ここまで広げて。で、麻酔科の先生はマイクロコンベックスで、血管を避けて、で、ここに注入してるんですけども、私の場合はこの中指で、この血管を外側に避けて、ここに注射すると。ただ、この血管もあんまりこうね、ぐいぐい、ちょっとね、ここちょっと怖い感じがするんで、あんまり、これもやりたくないと。で、さっきの硬膜外ブロック、時に、レトロラミナーブロック、あれ一番安全なんですね。硬膜外ブロックは安全にやりたい。で、正常神経節ブロックも安全にやりたい。っていうんで、いろいろルートを考えて、強さ乳突筋の裏ですね。これ何回か発表してると思うんですけど、強さ乳突筋の裏に入れると、さっきの、通前葉まで広がると。今のどういうことかっていうと、強さ乳突筋の裏に薬を入れると、中頸交感神経節と上はカバーできるってことですね。で、残念ながら正常神経節までは行ってないと。ただ、その主義としては非常に、安全です。強さ乳突筋の裏で浅いところですからね。で、
じゃあ今度は正常神経節に直接広がるにはどうしたらいいかっていうのは、これは第一版に書いてあったんですけど、書いたんですけども、この肋骨の頸部を出して、この C8 ですね。C8 の外側から内側に広げると位置関係からして、この辺に正常神経節があるので、正常神経節にブロックになるというふうに記載したんですけども、最近、新しい動きがありまして、ペイクリニックのシンボル先生がですね、正常神経節がエコーで見えると、ご報告なさって、これ非常にびっくりして、まあ、ただ位置関係からしてこの辺にあるなと思って、これですね、椎骨動脈の裏ですね、で、頸長筋の外側ですね、ここですね、まあ、半分以上の方に見えることが分かりました。ということで、教科書の第一版に記載したように、ここから薬を入れると正常神経節にまで広がるっていうのはやっぱり合ってた。ここの主義ですね。これ C8 です。これ6個、第一6個の頸部ですね。こう広げて、ここ見ててください。ここから広がりますから。こっち広がってますね。ただこの主義はですね、ここの角度が狭いんですね。ちょっと難しいんで、さっきのレトロラミナルブロックとか、まあ、あの辺の主義と似てるんですけども、ここからですね、あ、さっきのここなんですけど、ここ、このちょうどファセットのギリギリを狙って、で、ここを進めると、すごく簡単に、正常神経節ブロックができるんですね。これ最近毎日かなりやってて、非常に評判がいいんで、これをですね、来週の日本整形外科超音波学会で詳しくやりたいと思います。で、もし聞けない方はまたウェビナーでもやろうと思います。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今のお話に受けて質問が3ついただいているんですが、最後にまとめて扱おうと思いますので、引き続き並木先生、よろしくお願いいたします。まあ、局所治療から一転変わって、今度はその後のケアをどのようにするかというところのお話になります。あ、共有されてますね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。非常に木村先生のこうお話、新しいこう発見、とかまたあと視点ですね、やっぱり見えていたかもしれないものをこう改めてこう見ると、あ、そうだったのかな、今の正常神経節の話もそうですね、なんか目に見えて皆さんで共通認識ができて、それを治療の一つ のリストに加えられるっていうのは非常に大きいかなとやはり感じました。私の方のこう話はですね、そうした局所の特に発痛源に関与する悪化因子、ここへのこう介入のポイントについて、個人、そして集団の生活指導例等を、含めてちょっとお話をさせていただきたいなと思います。非常に局所治療、エコーガイド化、また、この技術、本書籍ですね、非常にこう基礎であったりとか、まあ、定番の書になりましたが、まあ、こういったことをもとに、エコーで見て、実際に治療する場面が増えた先生は非常に多いんじゃないかなというふうに考えています。ただ実際皆さん来た方すべてに、まあ、圧痛点をこう見つけて、ただただこう注射をする。まあ、そういった取り組みはもう超え、実際、まあ、エコーを見る、その前に、まあ、問診をしていただいたりとか、可動域を含めた、まあ、身体のこう評価をしていただいて、その上で、圧痛源を同定して、まあ、注射なり、徒手なり、まあ、それが認知行動療法に結果的になる、薬物療法で治療する。そういったことで、その方のこうケア、治療を終えているんじゃないかなと思います。この発痛源に関しては、この悪化因子っていうのも非常に大事なところでして、まあ、注射で良くする一方でそれを維持する、またそれをこう見つける、注射の例えば頻度を減らす、またそういった新しい側面も一緒に加えていくことで、ケアがより成り立つんではないかなと考えています。特にこの悪化因子、まあ、身体のもの、また心理のもの、まあ、生活のものと、それぞれあります。身体と言いましても、それは具体的にはその姿勢であったりとか、代償動作、そういったものだというふうに思います。まあ、心理ということに関しましては、その精神的なこう緊張であったりとか、まあ、
またこう全身のこう痛みがあって、疼痛のこう過敏さ、逆に筋緊張を更新している、そういった面でのこう心理、生活で言えばその生活の動作、またその動作に関するこう工夫、そういったものがこう生活っていう、まあ、視点、観点になるんじゃないかなと思います。これらの身体、心理、生活を含めて、まあ、悪化因子として、その発痛源との関係性を踏まえて治療していくということになると思います。概念的なところだけちょっとお話をしましたが、まあ、今から私が実活動でしました沖縄と北海道での活動をちょっとご紹介していきたいなと思います。こちらはもう私がもう赴任してだいぶ経ちましたが、前に去ったところですが、与那国島というところです。日本最西端の島ですね。今でも人口が1700人程度で、まあ、高齢化率は非常に若くて 13% 程度。全周は30キロぐらいでまあ一周できてしまう。まあ、車でしたら一周1時間ぐらいでしょうかね。非常に孤立した島で、隣の石垣島という島まで110キロぐらい、まあ、手段としたらもう飛行機しかない。非常に生活の面でも医療の面でも厳しいような場所です。まあ、診療所時代はまあ1年にだいたい7、8千人ぐらいのこう患者様、そういった方を、まあ、それは救急だの、眼科だの、まあ、婦人科領域だの、まあ、それでもこう問わず、来る方すべてを見ていかざるを得ない。見ていくことがまあ役割として、観察、対応しておりました。こちら、たちの小林先生にご指導いただいて、作らせていただいた、私の最初の論文です。全体の、島全体のこう受診の中で、運動器疾患の占める割合、どれくらいかなって調査したものです。非常に多く 27% でした。まあ、それまでのこう先行研究やその後の研究を見ても、まあ、20% 前後っていうのは非常に多いです。まあ、その中で 27%、こういった孤立した島での 27% っていうのは、非常に住む方、また医療者にとっても負担のあるものだというふうに感じていました。まあ、非常にいろんな方に教わりながら、木村先生のところ、小林先生のところ、実際にお伺いしながらこう学びまして、まあ、ある看護師さんが、まあ、ちょっと結構注射をする先生だという認識をもとに、まあ、T シャツを作っていただいて、なんかこんなシンボルマークを T シャツとしてちょっとこう作って、まあ、実際に着て診療することもありました。やはり、注射っていうのも非常に大事だ。そこで感じたところではあるんですが、やっぱり繰り返しになりますが、その一方の側面としての悪化因子、こういったものへのこう介入っていうのも非常に重要だっていうふうに再認識したところです。すべてを自分でやる、仲間と一緒にやる、その大変さっていうのは非常に辛いものでした。まあ、その方法論としましては、こちらの書籍に記載があるんですが、実際にそういった悪化因子に対して、直接、一番のようにこう直接現場を見に行く。まあ、その二番、まあ、現場を間接的に見る。まあ、具体的には、写真を撮っていただいたりとか、動画を見るとか、まあ今でこそネットでつないで、その場でこう見ていく。まあ、あるいはこう3番のように、第三者から、家族だったり、地域の住民であったり、まあ、隣人であったり、コミュニティの方であったり、ケアマネだったりとか、ヘルパーさんだったりとか、そういうことで、知る方法もあります。最後の4番目は、その現場を本人から聞く。それはこれはかなり、情報の正確性っていうのも非常に問われるところで、これは最後の方にしっかり述べたいなって思うところです。スキルがなかった当時はですね、まあ、この1番のその現場を直接見るっていうのを非常に、まあ、重視をして、まあ、とにかくそこに足を運んで見て考えてみようっていうところが多かったです。まあ、実際に来た患者さん、こういった与那国島っていうのは、まあ、500年続く伝統の工芸品がありまして、織物をまあ作って生活に使ったり、まあ、売ってお金にしたり、そういう文化があるんですが、そういったことを、まあ、文化伝統としてこう続ける方がいて、その方の肩こりや腰痛、まあ、いろんな各種痛みがありまして、来た患者さんに直接対応して、その後、直後にですね、ここを作る場所に行って、そういった、どういった環境で、そういった痛みがこう生まれて、要は悪化因子は何であったのかな、っていうのを調査しに行ったことがありました。こちらはその時にこう撮りました、織物の実際の、動画になります。皆さんもよく見たことがある動画なんではないかなと思いますが、実際に動きは単調には見えますけど、非常に精密で、もちろんその前のこう準備も含めて、足の動きやバランス、非常に気を使いながら大事な生活のもの、
ですので、作っているっていうところでした。なかなかこれ見てもパッとこう、どんなになってるのかなって、こう、複雑でわかりませんでしたので、まあ、いろいろこう調べまして、構造をやっぱり調べてみたんですね。作りがどんなんかなとか、作ってる、材料どういうふうになってるのかなとか、なんかそういうのをこう見てみました。まあ、でもわからないですね。ちょっとこれだけ書いてますが、一個一個介入して何か良くなるかっていうのはなかなか難しく、実際にこういったものを一個一個にこう介入して、伝統を少し変えてしまうんじゃないかなっていう、こう、気持ちがある限りは、介入が難しかったなというところです。一方で、それに当たっている方々、一人一人に対して、体をしっかり見て、どのようなこう動作を起こしているか、それを一人一人こう私なりにこう分析をして、解釈をしてきました。これも非常に、いろんなこう先生方にこう見ていただいたりとか、時折数ヶ月に一回来ていただく療法士の方々に教わりながらでも動作のパターンと主な介入箇所っていうのをしっかりこう分けながら見てきました。こうしたちょっと地道ではあるんですけども、やってみると意外と、あ、こういうパターンで悪くなっていてとか、こういうパターンは、ここを介入するといいんだなっていうところが、だんだん見えてきたんですね。まあ、なかなか一人でこう、見ていくとこう、辛いところはありますが、まあ、整形内科学のまあ基本であります。まあ、総合的に、まあ、そして横断的に、当たっていくっていう、多職種連携の志を持っていれば、こうしたことが徐々に見えていくんじゃないかなと感じたところです。まあ、実際の介入パターンは、右手のこう使い方とか、肘の使い方、中にこうメガネのこうパッドのこととか、まあ、実際にご年齢が経っていて老眼鏡のこう調整をすれば、すんなり結構いた方もいましたが、様々です。ただ、多くの場合、パターンをしっかり認識できるということが重要なんじゃないかなと思います。まあ、こうした集団の一例を今お出ししましたが、中にはその人数が多くなくても、一人とか二人でされているこういった工芸品、これはクバの葉というものを使って、いわゆる入れ物を作ったりとか、あと工芸品のこう一部として、お酒をこう包むものを作る。そういったことをやっている方もいました。これもなかなか現場に行って、先ほどのような折り機のような形で見ることができませんでしたので、私は実際に数ヶ月間、ほぼ毎日ちょっと通って、動作どんなんかなって見たりとか、自分がどこ痛くなるのかなっていうのを、自分でモニタリングしながら、やってる方々の様子を見ていきました。その他、まあ、漁協さんに行って、これも、なかなか、そういった方々の包丁の持ち方がどうだこうだっていうのはすごく、難しいところではあるんですけれども、実際に悩んで来られた方には、やはりその場で対応して、まあ、現場に行って、そして包丁の、持ち方、まあ、時に道具であったりとか、ちょっとした、手元に巻く部分であったりとか、台の高さ、こういったことを見ることで、症状がこう、変わっていって、また使い方が変わっていく、こうした、変化も生まれてきました。もちろんこういった鎌の使い方の会議もしたことがあります。非常に現場を直接見るという方法は、学会医師の方法としては非常に労力が高い。ただ、スキルはそこでまで必要ないという点ではいいんですけれども、なかなか現場に沿った対応その場でこうできる。そしてその方々のお声を直接聞ける。それで自分自身で修正点が、しっかり、分かって、それを他の人に共有しやすいっていう環境がある。そういった面では、一つのこう集団に、介入するっていうのは、決して労力をいとわなければ難しくないんじゃないかなと感じた場所でした。さて、場所をですね、ちょっと沖縄から北海道に移します。こちら北海道のですね、東西を分ける、日高山脈という山です。これ飛行機場から私が撮った写真ですね。この東側に今からお話しします池田町という場所があります。当時は今からまあ3年ぐらい前になりますが、人口が6600人ぐらい。高齢化率は先ほどの沖縄と違って 40% 超になります。非常に雪は決して多く降らないんですが、非常に寒冷地でマイナス15度とか、18度とか、そういう環境ですので、1年の半分ぐらいは、なかなか活動がしづらいというような環境でありました。やはりこちらでも、個別へのこう介入、要は局所へのこう
治療も欠かさずやってはいたんですが、やはりこの人口7000人近くになりますと、割合としてこう言います 18%、いわば 20% ぐらい持っている手術すべてに当たるっていうのは非常に困難がありました。実際その現場に見に行って、少数でも、少しずつでも、ちょっとずつでも直していこうという気持ちは出たんですが、なかなか厳しいものがありました。それでも、自分の、まず周りにいる、一緒にいる仲間から、まずちょっと治療を考えてみようということで、同じ病院に働いている看護師の方に、困りごとがありましたので、そちらの介入からまずやってみました。これはその時の、事例です。これ、書籍にもこう、載っかってはいるんですが、実際には、この方が、肩やこう首が痛いと、なんかそういった訴えがあって、日頃こう外来で一緒にいたもんですから、なんとかできないかなと思いながらちょっと聞いてたんですけども、なかなかこの動作がどのようにこう誘発されているか、その悪化因子が何なのかなっていうのが、はっきり実は見えてこなかったんですね。外来のこうした問診の作業で非常に悪くなるっていうところまでは、分かってたんですけども、実際になんでそこから悪くなったかっていうのは、まだ一歩見えてこなかったです。非常にここが、今、それ先ほどお話した与那国の事例とこう違うところで、より一歩、その動作をどういうふうにやっていたのかってこう踏み出すときに、自分がこの方の相手になって、動作の真似をするとか、自分自身がまた真似をしてみるとか、どんな方で起こったかっていうのをよりまとめてみるってことで、痛みの誘発、動作、またその環境が分かったんですね。実際ご高齢の方、あるいは体のこうちっちゃい方にかがむようにして、問診をするときに限って症状がこう出やすい。そういった方々、なかなかお話が時間かかったりとか、話を大きい声でしなければいけない。そういったことがあったので、そういう症状が出やすいってことが、時間かかってようやく分かった。ことでした。またこういった方々、実は他の方において、合計で6人ぐらい、すべて女性だったんですが、同じようにおりました。やはりパターンがあって、介入点があって、当時の、一緒にいた療法士さんや、あとこう皮膚の刺激ツール等を使いながら、治療を進めていった事例があります。ただ今非常にこのいい事例として看護師さんのお話をしたんですが、なかなか実際の患者さんになりますと、1日こう50でも100でも来てしまう方々、皆さんにこう対応するのはやっぱりちょっとこうやっぱり無理があるなと、半年1年してようやく気がついたんですね。与那国の時のように、一人で全て賄わなきゃいけないっていう環境ではなく、やっぱり他の方もいる中でどのようにかやっていくかっていうのを改めて実感したところでした。やはり、ケアをできる仲間を、見つけて、一緒に、それを、方と一緒にやっていくっていうのが非常に大事だっていうことに改めて、こう、気がついたんですね。当時に、東海のこう理事である、山崎様に来ていただきながら、皮膚の刺激ツールや、あと、こう、動作分析等をして、どのように、こう、ケアをしていくか。まず、現場にいる医療者、あと、その関係者の方に、互いにケアをする、良さ、またそれ互いをケアする、この重要さを一緒に共有しながら、そのケアを続けてきました。会長の木村先生、あとまた東北、北海道ブロックの皆様にも来ていただいて、もちろん医師である整形外科医の先生方や、あと非整形外科医の、例えば外科の先生や内科系の先生とか、小児科の先生も含めて研修会を開いて、こうした活動が地道だけども重要だということを伝えながら研修会をすることができました。以上のように局所療法だけではなくて、いろんなケアをこう見つけるって形で、どんどんこう、およそ1年からこう1年半にかけて、だんだんケアの拡大を図っていったんですが、なかなかそれでもこうケアの質とこう量っていうのを担保し続けるのが非常にこう大変だなって感じていました。実際にですね、ケアをするのに時間がやっぱりかかってしまってたんですね。端的にその方の情報を取るっていう技術がやはり足りないんじゃないかと。労力や技術や、またその情報の取り方、これらのバランスがうまく取れてないんじゃないかなとこう感じまして。実際に悩んでたところだったんですね。なんかその中で小林先生にいろいろこうお話を伺ったりとか教えていただく中で、もしかしたらこの4番の
この質問の者次第じゃないかっていうところに関して、自分自身もこう気づきがあって、それは実は与那国時代、沖縄時代にもうちょっと質問をうまく質よくできれば、患者さんが話したいことを話せて、実際に目の前で起きていることが浮かぶような、これ患者さんの現場で起きていることが目に浮かぶような質問ができるんじゃないかと感じて、質問が技術ではないかっていうことを改めて認識した上でスキルをこう学ぶようになりました。実際にこれはおおよそ2週間後ぐらいのジェーンスのウェビナーでもその勉強会があって合計で4回目になるんですが、ぜひご参加の皆さんに局所療法だけではなくて一つのこうスキルのものとしてこうした問診技術を学んでいっていただくと自分自身の向上だけではなくてスタッフまた住民の方々へのこうケアの質も上がるというふうに感じていただきたいなと思っています。これが2週間後のウェビナーですね。実際に北海道にいるときにはこうした活動を非常に拾ってくださって、当時の院長先生も非常に見てくださって、医療や介護のこう関係者の方と一緒にちょっと勉強会しようと、声をかけてくださって、講演会も何回かさせていただきました。おかげさまでその当時の病院の中のスタッフ全員に、この事実質問法に関しまして、勉強会を開いて、それぞれが学びを得て現場に生かしていくってことができるようになりました。重要ですのは、その質問をすることで情報をとにかく採取するってことではなくて、現場にある考えとか感情とか、そしてそこにあったこう事実を皆さんで紡いで皆さんが経験していくことで今まで半歩あるいは10分の1歩踏み出していたことがやはり正しい方向だった、いい方向だったなんて感じることができる、そういったことを共有できるのも非常に大きいところだったなと考えています。ここからまとめになります。非常に発痛源そうそうペインをエコーを使ったり都市を使ったりしっかり直していくっていうことは非常に重要なところです。ただそこの圧痛点を探すために押すだけではなくて実際にそれを動かす、そして動かした時に見える患者さんの背景、そして地域が一体どんなものなのか、そういったものを想像しながらこの悪化因子を身体、心理、生活のような括りでも見ていけることが非常に活動として重要なんじゃないかなと思っています。ぜひ本書籍を通して局所治療の重要性、そういった側面だけではなくて生活サポートの重要性、要は悪化因子への介入も非常に重要な側面があるということを意識していただいて、それを両輪としてこの地域に皆さん繰り出していっていただきたいなと考えています。以上になります。はい、ありがとうございました。ですね、時間がちょっと迫っておりますが、ちょっと質問がどかどかと後から来ておりまして、参加者の皆さんは大変申し訳ありませんが、10分ほどちょっと延長させていただきます。申し訳ございません。さて、質疑応答ですが、順番に伺います。まず一つ目。スタッキングファシアはどのように見つけるのですかという質問をいただいております。最終的にはエコー画像上で、ハイエコイックな、帯状のものですね。白く厚いものです。英語でもハイエコイックストライプシェイプドリージョンというふうにも表現しておりますが、そういったものがあると。で、そういったところが、疼痛域値が低い、要するに発痛源であるっていう画像的な論文、もしくは解剖学的な検証というのは、もうこの数年でもたくさん出てきております。ので、またその詳細は書籍内でもご紹介してありますが、じゃあそもそもどこの場所なのか、この画像上のスタッキングファシアっていう白いところっていうものは、全身で、アシンプトマティック、無症候性にもたくさん見えております。じゃあ、その中でどれが本当に発現なのかっていうのは、その事前の診察というものが極めて重要で。ということは、今、並木先生におっしゃったような問診、そして運動、動作、発現検索、そして、大体この場所が悪そうだっていう見立てをつけた上で、ちゃんと圧痛確認し、
その圧痛確認ピンポイントしたところにエコーを当てて、で、その中でどこがちゃんとあるんだっていうところを見つけて、今までの問診、診察、まあ、いろんな画像とかっていう整合性が取れた、このストライ、スタッキングファシアの場所っていうところが、じゃあ発現だっていうことを確認して、治療的診断で証拠を得るという流れになりますので、決して画像だけで探せる、しきれるものでもないというところをご説明いたします。ただ実際時間かかってしまうんで、一人でやりますと、木村先生ね、その一人だったら大変ですよね。できません。できませんってか、私の場合は経験的にどこが効くかっていうのは大体分かってて、で、あ、聞こえてる？はい、聞こえてますよ。大体分かってて、それで、まあ、七八割聞いて、聞かない例はもう、うちの優秀な PT にみっちり見てもらうという形で行っております。はい。ありがとうございます。そして次の質問に移ります。まあ、今のものにも一部絡むのですが、正常神経節ブロックは、まあ、曲間を使わなければ効果が出にくい、ないと思いますと。リリースで良いということであるんでしょうかという質問をいただきました。まあ、こちらの質問も、目的次第になります。先ほど木村先生のご発表でも、ブロックとリリースの違いという話というのも、出てきましたが、そもそも神経を麻酔で遮断するっていうことが目的であれば麻酔薬が当然必要です。ただ一方で、その末梢神経を構成するファシアなり、そういった発痛源自体をその治療していくっていう意味では、いわゆる局間を使わない、いわゆるリリース。もしくはそれこそ徒手針含む。といったものでも十分対応ができるというふうになりますので、この特に筋肉の間、筋外膜とか人体というものを治療していく場合にはなかなか混同しにくいんですけれども、末梢神経をターゲットした場合に、果たして今から目の前にある病態は何なんだと。で、その病態に対応する薬液は何なんだ。まあ、炎症強ければステロイドを使うのか。そもそも神経の遮断効果を狙いたいんだったら局所麻酔薬を使う。そもそも発痛源自体。神経っていうのは導線ですので、周りの出たシグナルを拾ってくるセンサーですか。その元のシグナル自体を落としたい。pH、痛み物質、繊維のも自体の情報伝達。であればリリースっていうふうに、ふうに考えて整理しております。木村先生、実際、けど SGB とかリリースやって、場合によってホルネル出る方とかもいますよね、時々。SG、正常神経節の、周りのファッシャー異常っていうのが非常に多くて、っていうのは新しい主義先やるだって分かってきたんですけども、そのやっぱり癒着があるんですね。だからそこからの異常信号が正常神経節に入るんではないかというふうに考えています。で、どっちでもいいって場合もあって、ブロックもしたいしリリースもしたいっていう場合、まあ、当然、それが多いんですけども、じゃあその時どうするかっていうと、最初は生殖なり細胞外液でいきます。どんと効きすぎちゃうとびっくりしてるんで。で、細胞外液でも十分効くんで、少し慣れてきて、もうちょっとっていう時に局所麻酔薬をどんと入れる。その場合、手が痺れたり、C8 が近いんでね、手が痺れたり、ホルネが出てももう言ってやるんで、そんなに驚かない。そういうパターンでやることが多いです。ありがとうございます。それでは次の質問です。これ木村先生の時ですけれども、例えばポストラミナルブロックとか、垂れ付きの裏ですよね。ああ。ブロックとか、あそこら辺、昔は、コンパートメントブロックとか言ってませんでしたかっていうご質問をいただいています。いかがですか？例えば聞かないなと思って、昔あったなと思って、で、この、今年の5月に出たこの本、コンパートメントっていうのを2箇所だけ出てて、で、どうも筋膜面と同じ使い方してるんですね。で、コンパートメントっていうのは考えてみると、エコが出る前からあった言葉で、だ多分同じような意味で使ってると思うんですけど、最近は筋膜面って言ってるんではないかと。ただ、正式な定義が書いてないんで、どうかなと。あれ、これ書いてありますか？ありがとうございます。これ、いつ書いたかも忘れましたけれども、まあ、
これ、ジェームスのホームページにも書いてあります。書籍の中でも書きましたけれども、類似の似たような言葉っていうのは、それぞれどういうふうな意味合いのなのかっていうのを簡単にまとめてあるところですね。で、そもそもコンパートメントっていうのは空間を満たすっていう、その空間っていうイメージの言葉ですので、あくまである空間に役益を満たして占めるっていう。まあ、そのいう意味ですよね。で、今先ほどあった、その筋膜面ブロック、まあ、ファッシャルプレインブロックに関しては、ある空間を満たすんではなく、その空間に沿って広げるっていう概念っていうか感覚で、まあ、使われてきていると。これにも一部関連しまして質問いただいていますのが、昔はいわゆる隙間ブロックですよね。間に入れるブロックというのは、抵抗を見てロスオブとかでやっていたかと思いますと。で、エコーで何層にもあるも、その隙間っていうのはどうやって見つけるのでしょうかと。まあ、これはまた見えない末梢神経をリリースしているという解釈なのでしょうかという質問もいただきました。私からまず申し上げますと、ロスオブで実施できるっていう考えは、先ほどのコンパートメントブロックというものには近い考えで、あくまでスペースがある。でそこに流していくっていう感覚です。だその結果、薬液が組織に浸透すれば、麻酔効果として、そこの発痛源が一時的に抑えられるっていう効果っていうのは当然出てきますが、このファシアという観点で言えば、この間には立体目状の構造があって、でその中のこことここ、層構造もたくさんありますんで、ある場所に発痛源がある。で、そこに具体的には、ロスオブというよりは、むしろ抵抗がある場所ですよね。に意識して針を持っていって、バラバラにしていく。っていう感覚です。なんで、あくまでロスオブで液体を流すだけでは、液体が単純に流れやすいところに流れていくだけっていうふうにもなびかれませんので、もちろんそれだけで治療できる例はいいんですけれども、よりやっぱり癒着が強いとか、デンシティ高いような場所っていうのは、ちゃんと針先なり、それに近いところを持っていって、物理的に、やっぱり針先の技術も使いながら剥がしたり、薬液をちゃんとその間の各層全部に流していく。実際に、背中でも菱形筋と僧帽筋の間っていうのも、その5、6層ぐらいになっていまして、実際木村先生とも解剖の論文で、単純に間に入れたっていう風にやったとしても、実は浅い層と深い層と全然広がる面積が違うなんて、いう論文も出させていただきましたが、抵抗を見ながらロスオブでやるっていう感覚では実はないというところを一つ、お伝えいたします。で、これは見えない末梢神経をリリースしているのかっていう観点ですが、木村先生が先ほどプレゼンになった通り、見えない末梢神経って言い方も一部できるかもしれませんが、まあ実は先ほどの SG の正常神経ですと同じ議論で、神経自体が本当に発痛源かというところがあります。末梢神経を構成するファシアなり繊維性の成分が発痛源であれば、それを治療する。ブロックだったらブロックする。っていうのありますが、末梢神経のリリースって言った場合には、その構成する繊維成分のどこをリリースしたいのか。もちろん、エコー画像上見えるものもあれば、見えない、本当に終末に近いレベルもあります。そういった観点で、リリースする対象、末梢神経という観点で画像上見えるものだけにこだわっていると、実は治せる患者も治せないっていうふうになります。ので、まあ、ぜひとも、まあ、それだけではない間のファシア自体、もしくはリガメントとかであればその中の繊維成分自体、もしくは血管の周りと、そういった観点を複数持って、実施していくっていうことが、まあ、より良いではないかと考えています。木村先生、この隙間ブロックに関して、なんか補足コメントはありますでしょうか。一番の違いは、針先をずらしながら剥がすってことですね。そうですね。はい、うん。これが分かりやすく一番違うと思います。はい。そういうとこですね。やっぱ針先をバラバラしていく。まあ、今、画面共有、ジェーンスのホームページ、書籍内にも出していますが、まあ、画像上、例えば、検測に比べて、観測は圧痛があるを含めて明らかに、やはり白くぼやぼや、まあ、スタッキングファシアがたくさんあると。まあ、こういったところあるときにも、この椎間関節の間だけ入れるとか、ポストラミナールのそこの垂れ付きの裏だけ入れるっていうよりは、ここの間の構造をみんなをバラ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 っていう風に実施するようにやるってことが、このファシアハイドロリリースの
まあ、非常に重要なポイントになっておりまして、まあ、治療成績を大きく影響する観点だと考えています。時々ですね、このファシアの痛みは、まあ、神経の痛みだというふうにおっしゃる方いらっしゃるんですが、まあ、そもそもそういった方の場合、ファシアの定義以前に、その神経という言葉の定義は何なのかということをやはり明確にしていただくっていうことが、まあ、もう基本中の基本でございます。まあ、例えばですね、神経というものでも、いわゆる整形外科領域ではいわゆる末梢神経という束をイメージされる場合が多いようですけれども、内科系では、やはり神経といえば、中枢神経、末梢神経と含めた神経システムとしてのやっぱ神経ですし、まあ、場合によっては、本当にメンタルのせいだし、この人、あの人神経が変だよねっていうふうに言われちゃうようなことも含めて、やはりちゃんと構造的な言葉で正確に表す。まあ、そして、心外受容器という言葉がその週末末端にあるわけでございますけれども、それに関してもやっぱりまだ、目視構造として見えるわけではなく、まあ、終末っていう相対的な位置関係を示す言葉ですので、まあ、構造の用語ではそもそもないというのは大前提でございます。ただそういった機能、そしてはコンセプトとしての自由神経終末というものに刺激が入り、それを末梢神経が伝わり、脊髄から中枢脳に伝えて痛みというものを人が感じるという中で、では、ここに例示してありますように、自由神経終末が刺激されるのは痛みというものを、じゃあ神経の痛みというふうに表現するのかと。これは医学という分野の基本的な考え方においてでございます。例えば関節炎の場合に痛いところは神経だという方いらっしゃいますか？これは膠原病内科、リウマチ系含めて整形科どこでも構いません。関節が痛い。こうやったら滑膜炎があれば滑膜が痛い。含めてやっぱ関節というふうに構造でやはり表現すると思います。まあ、人体。まあ、アキレス腱炎含めて、まあ、人体だとか腱鞘の炎症が起きた場合に、神経の痛み言いませんよね。人体の痛みであたり、腱鞘の痛みというふうに構造で表現するわけです。僧部が痛い、まあ、術後含めてですね。それに関しても、傷跡という皮膚や皮下組織が突っ張るとを含めて、この僧部という場所が痛い。まあ、もちろん末梢神経においても CRPS など含めて、神経、末梢神経自体が損傷を受けて、そして発火していればもちろん末梢神経が痛いというふうに表現しても構いません。ではこのファシアが痛いって言った場合に私のレクチャーでもお話ししましたけれども、まあ少なくともアファシアっていう肉眼構造上の立体歩夢状構造というものがやはり発火の原因であればあくまでそれはアファシアが痛い、ファシアが痛いっていうふうに表現するのが妥当であって、決して末端まで自由神経終末が行っているからそれは神経の痛みだというのは奇弁だと思っています。締めの言葉になりますが、皆様、10分延長を含めて最後までご参加いただきありがとうございました。まあ、本書を含めて申し上げなかったところ、含めて補足等説明あれば、また第2弾、3弾等のウェビナーももちろん実施していきますし、その他、当会としましては、今後の発展、皆様の基礎の情勢含めて、各種企画を準備してまいります。その一つが、まあ、学術集会11月であり、もう受付も開始しております。また一方で研究助成制度の受付も開始しておりますので、まあ、各種皆様のご活動のお役に立てれば幸いです。それでは、これで本日は閉会といたします。講師の皆様ありがとうございました。参加者の皆様もありがとうございました。